はい、喫煙動画。今日は、12月の24日ということで、クリスマスの、ちょっとね、一人でチキンを食い、ケンタッキーのポテトを食べ、ビールを、2、3本飲み、タバコを吸いの中、こちらでございます。ちょっと水、わかんないかもしれないけど、これね、マルボロの、これなんだこれ。エキゾチックフレッシュ。8ミリの230円10本入りでございます。これ、限定の、なんかコンビニで売ってたんですけどね。2つのカプセルでミックステイストを、楽しもう。ということで、2つの味が、二つの、なんか、あれがあるみたいです。フュージョンバースト8。タールが8ミリ、ニコチンが 0.7 の、やつです。こういうね、10本入りで230円とかが非常にありがたいですね。セブンイレブンで売ってたんで。まあ、吸ってみましょう。はい。こんな感じになってます。それじゃあ、吸っていきまーす。とりあえず、まあ、何も潰さないで。うん。ちょっと、ほなかに。あれですね。ほのかな、メンソール感。そして、この、この赤色の部分を潰します。よし。あ！あ、なんだこれ。なんだこれ。なんだこれ。あ、なんか、ブルーベリーっぽい。マールボロフュージョンブラストっていうやつですね。二つのカプセルでミックステイスト。一つ目はフルーツ感をプラス。二つ目でメンソールがレベルアップ。艶消しのブラックの、クールなパッケージってなってます。あ、確かにフルーツ感が。あ、これ結構美味しい。まあ、関係ないんですけど、キャメルのね、ナチュラルボックスっていうのがね、発売したみたいなんですけど、これ売ってないですね、俺の。吸いたかったんですけどね。売ってなくて、どこにもちょっといろいろ問い合わせたんですけど、売ってないみたいで。結構レアです。キャメルの。うん。それじゃあ、この青い部分のやつを、潰してみまーす。これが多分メンソール感をプラスと。やつみたいですけど。あ、あ、あ、鼻に来る。
鼻にくる。メガネをちょっと新調したんですけど、どうですか？ああ。あ、でも結構美味しいんじゃない？これ。案外。この一つ目のやつが結構、ブルーベリー、となんかフルーティーななんか甘い香りがしますね。うん。うん。あ、結構美味しいこれ。結構美味しいですね。なんか不思議な香りが、なんだろうこれ、不思議な香りがします。うん、ああでもキャメルの新しいやつ吸いたかったな。売ってないんだもんな、キャメル。あ、鼻が。鼻がツンとくる。うん。味的には悪くない。ただちょっとこのメンソールを潰すとだいぶ鼻がツンとくるんで。これ潰さなければ結構美味しい。まあ先ほどね、ケンタッキー行ってきたんですが、なんと今ケンタッキーはですね、なんと、オリジナルチキンが単品で買えない。なんかね、クリスマスの期間は、限定の商品しかなくて、ほんと2000円以上のやつ、とかしかね、売ってないみたいで、勘弁してほしいっす、本当に。で、仕方ないんで、500円のね、520円ぐらいのやつの、なんだ、なんかようわからん、細いね、なんかね、チキンのやつ食いましたけど、買いましたけど、ひどかった。お前なんでクリスマスなのにさ、お前オリジナルチキン売ってないの？それおかしいでしょ、ケンタッキーさん。いや、オリジナルチキン売ってないっていうか単品で買えないんだよ。だから、パックでしか買えないんだよ、パックでしか。おかしいだろ、それは。さすがに。ね？ケンタッキーなんてはっきり言ってお前、あれだろう、オリジナルチキンがメインのとこあるだろう。なんでお前、それ売ってないんだよ。
これはちょっと、ないわ。うん。これは割と美味しいっすね。うん。ということで、四つ星。四つ星です。ご視聴ありがとうございました。